皆さんこんばんは。水沢美香の那覇トムジークへようこそ。今夜は映画の話から今の日本社会に巣っている根源的な問題についてお話ししたいと思います。メインチャンネルの話題とも少し被るところがあるんですけれども、私は2011年に連合艦隊司令長官山本五十六という映画を見ました。主役の山本五十六を演じていたのは役所広司さんで、とても熱演されていました。私はもう役所広司さんというとシャルウィダンス、あの映画がね大好きなので、彼は本当にいろんな役をこなせるんだなと感心して眺めたものでした。ですが個人的に心をぐっとわしづかみにされたのは、もう皆さんなら分かってくださいますよね。そうです、ご想像の通りです。山口多聞少将を演じられた阿部寛さんです。飛龍は健在なり、我今より航空船の指揮を取る。そう発光信号を発して、彼は祖国日本のために尊い命を捧げてくださいました。私は自分が死んだ時に英霊の皆さんたちとお会いして、お前もな、日本人としてなかなかよく頑張ったなとか言って頭をこう撫でてもらうのが夢なんですけども、真っ先に会いに行きたい人の一人が山口多聞少将です。泣けてくるんですよね。そもそも日本はアメリカ相手に戦争なんかしちゃいけなかったんですよ。ドイツと組むべきではなかったとやっぱり思うんです。もちろん私が暗唱したあの開戦の朝直にも描かれているように、日本は本当にあの時点では自存自衛のためにも戦争に進むしかなかったんですけれども、そのもっともっと早い前段階で日本人が日本人同士のメンツプライドで内戦というか火花をバチバチ叩き合わせて、それでもう戦争に行くしかないというような道を作ってしまった面があると思うんです。今の日本の社会にも本当はこうすれば一番合理的だとか、これがきっと正しいだろうなって分かることでも自分のメンツやプライドでそういう道を選べない人がたくさんいるから、メンツ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 ってみんながもうメンツやプライドでがんじがらめになっているから、日本がいい方向に向かえないっていうこともあるんじゃないんでしょうか。ミッドウェー海戦時、物理的になんですけど日本の戦力の方が圧倒的にアメリカの戦力を上回っていたんですよね。例えば空母だってアメリカが3に対して日本は6ありましたし、戦艦もアメリカ0で日本が9っていう感じですよ。もう駆逐艦に至ってはアメリカ15に対して日本54とかね、そういうふうな状況だったにもかかわらず日本が大敗してしまうということになるんです。私はビデオで1981年に東宝が制作した連合艦隊っていう映画も見たことがあるんですけれども、こちらでは小林慶寿さんが山本五十六を演じていましたけれど、その両方の映画を見て南雲忠一中将に対して悪い印象を受けたんです。山口多聞少将とは対照的に、なんだか決断力も曖昧でちょっと威張ったような感じで、それでもう負けが分かったら自分は逃げ出してしまうみたいなね、そんな風に描かれていたんですけれど、ところがその南雲中将でさえ大本営の犠牲者だったのではないかという説が浮上してきています。もともとこの作戦の目的自体がよくわからないっていうこと、ミッドウェー島の攻撃なのか、それとも米艦隊の撃滅なのか、よくわからない感じでみんなが動いていたっていうことがあるんです。情報が下まできっちりと行き届いていなかったようなんです。目的が現場の隅々にまで明確になっていたら、南雲中将の判断の迷いももう少しは回避されていたかもしれない、そんなふうに言われています。
そして今までのいわゆる定説ではアメリカの空母を発見するのが遅かったとか、発見していたんだけれども伝えるのが遅かったとか、そういう現場のせいにされていたんですけれども、それもこのミッドウェー海戦に参加した当時の日本兵の方々のいろいろな証言をもとに考察されたところ、どうもかなり早い段階でしっかりと上層部に伝えていたようなんです。山本五十六連合艦隊司令長官でさえ知っていたんじゃないかと言われています。私も以前から疑問に思っていたんですけれども、赤城、加賀、飛龍、蒼龍という4隻の空母率いる機動部隊が先頭にいて、なぜ戦艦大和は遥か後方500キロも離れたところからそれを眺めてるっていう状況になっていたんでしょうか。私が見た映画でも山本五十六司令長官はそのまさに激戦が繰り広げられているその最中に、遥か後方の戦艦大和に乗船していて、そこで将棋を指しているとかね、そういう状況だったんですよ。ハワイの方から攻めてくる艦隊との決戦に備えるために後方の方で待機していたのかもしれないんですけれども、それにしてもなんだかこの作戦自体が散漫としていて、ピシッと研ぎ澄まされたものが感じられないなという印象を以前から受けていました。よく戦後日本の歴史教育においても、そして大手マスコミが流す情報においても、日本陸軍が悪かったということになっていて、それほど日本海軍は攻められていません。ところが日本海軍はミッドウェー海戦でもマリアナ沖海戦でもレイテ沖海戦でも大敗していたにもかかわらず、その実態を隠して陸軍に分かった勝ったとそういう情報しか流さずに、自分たちのプライドやメンツを保っていた、そういう実態がありました。陸軍は陸軍で、最初からこの戦争を始める前からソ連との戦いに備えるっていうそういう意識が高かったので、南方作戦にはあまり気乗りしていなかったという、そういう本音もありました。あ、ですが皆さん、これはあくまでも海軍においても陸軍においても上層部の大本営のその問題であって、命令を受けて戦っていたのは、戦地の第一線の兵士たちは勇敢な人たちがほとんどで、そこのところをごちゃごちゃに考えてはいけないと思います。海軍にしろ陸軍にしろ、末端の兵士の皆さんたちは一人一人が祖国への思い、そこに住んでいる家族や友人、大切な人たちの顔を浮かべながら、自分たちがやらなければ誰がやるんだっていうような思いで戦ってくださっていたわけです。その人たちにありがとうございましたというその気持ちを持つことは、日本人として日本国民として当たり前のことなんじゃないでしょうか。当時の日本兵もほとんどは庶民ですからね。だからそれを一括りにして日本兵はみんな悪かったって言ったりとか、海軍はマシだけど陸軍の方が悪かったんだなんていうのは、よくよくね、普通の頭で考えてみるとおかしいことなんですよ。そして普通の感覚を持った大人ならば、ああこれは流されている情報の方がおかしいなって気づくはずなんです。現代の日本社会に置き換えたら、国の借金は1100兆円あるとか、だから国民がみんな借金をしてるから緊縮財政で行かなきゃいけない、そんな風にマスコミがプロパガンダを流していることにも通じると思います。消費税にしてもそうです。日本の政治家の方々、財務省などの官僚の皆さん、財界の方々、そしてマスコミ、今まで消費税を上げなければ借金大国の日本は崩壊するとか、ハイパーインフレになるとか、日本の国債は暴落するとか、いろいろ今まで散々そういう話を国民は聞かされてきましたけれども、全然そうなってないじゃないですか。逆に消費税を増税したせいで日本経済は個人消費が落ち込み、かえって
どん詰まりな状況になったじゃないですか。メンツやプライドで間違いを間違いと認めることもできずに、責任逃ればかりして、そして国民を不幸に追いやっているんです。もうそういうことはいい加減にやめていただきたいです。そしてこういう歪んだ戦後の日本社会を作り上げてしまったのは、私を含めて全ての戦後生まれの日本人、日本国民、大人たちのせいですから、もう一度本当にこれから日本はどういう方向に進めばいいのかと一人一人が考えて行動していかなければならない時期が来ていると思います。はい、今日のお話はここまでです。皆様ご視聴いただきありがとうございました。もしもよければチャンネル登録やいいねボタンなどよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。